大田区羽田付近生麦ジャイクション付近東京都道、神奈川県道六号東京大師横浜線は、東京都大田区と横浜市鶴見区を結ぶ、主要地方道である、産業道路と通称される、九百三十六年九月二十五日の内務省国時代百十六校により、前身である、東京府道十六校大森大師河原野線、神奈川県道6校田島羽田線、 田島鶴見線が指定された。田島羽田線の大使河原のから先には、指定当時路面電車の鶴見臨行鉄道機動線が走っていた。指定の翌年、不採算や鉄道線との競合を理由に廃止となり、線路用地を使って拡幅整備が行われた。詳細は海岸電気軌動廃線跡と、その後、参照この頃、 京浜国道の交通法案を緩和するために、大森大使河原の線と田島羽田線をつなぐ計画が持ち上がり、都県境で大使橋の可橋工事が進められていた。1939年、ゲルバー式三連トラス構造の大使橋が完成、府道16号線と田島羽田線は一体化された。戦後、府から都に変わった東京都により、都道の番号見直しが行われ、 大森大師河原の線は都道1号線となった。しかし1953年、都内川の大森交差点と大鳥交差点の間が国道131号に昇格。翌1954年1月20日の建設省国時代16号で国道昇格済み区間を含めた大森大師河原の線と田島羽田線、田島鶴見線の全部が主要地方道の指定を受け、 現在の東京大師横浜線という名前に落ち着いた。国道131号歴史も参照その後、東京都が神奈川県に合わせる形で1号線から6号線に番号の変更があり、現在に至っている。詳細は、東京都の都道一覧、主要地方道を参照現在の東京都道、神奈川県道6号東京大師横浜線は、 1993年5月11日の建設省国示第1270号により引き続き主要地報道として指定されている。通称で産業道路と呼ばれるようにトラックの往来が多い。また、神奈川県内では首都高速神奈川1号横羽線が並行している。 平成22年度時点での道路交通センサスによる東京大使横浜線の交通量はそれぞれ以下の通りである。大使郷、編集詳細は大使郷を参照大田区と川崎市川崎区の間を流れる多摩川を越える東京大使横浜線の橋である。ありがとうございます。